開店を翌日に控えたお蕎麦屋さん、やぶや。しかし店主及川雄一さんは拭いきれない不安を抱えていました。それを物語る風景が店の周りに広がっています。どこまでも続く広大な更地。震災から6年半が過ぎた今も市街地のかさ上げ工事が続いているのです。皆さんが集まってきてこう街になっていくのかなっていうのは不安はありますよね。建物とかも立派になっても人が戻ってこないっていうのはねあるだろうし。震災前の陸前高田市、多くの住宅や商店が立ち並ぶ市街地の一角にやぶやはありました。父信夫さんが編み出した甘口のつゆは県外からの客も絶えない評判の味、町一番のお蕎麦屋さんでした。しかし津波で店は流され、大黒柱だった信夫さんが犠牲に。私はまだその、手伝いっていうかっていう立場だったんで、親父と同じ味が果たして出せるんだろうかと思って。1年後には市街地の外れに仮設の店舗を構え営業を再開。経験不足に悪戦苦闘しながらも新しい町に戻るまで腕を磨き続けてきました。その間津波が襲った市街地では東北被災地最大の復興事業が進められてきました。高さ 12.5 メートルの防潮堤を整備、高台に住宅地を造成し、浸水したエリアを最大海抜12メートルまでかさ上げします。総額1800億円を超える前例のない復興事業。大型商業施設の南西角になってまいります。ここまでお金かけてこんな大規模な工事やってたっていうのはあるんですけども、やってもらったからにはね、いい街にみんなでしていけたらなっていうのは思いますけどね。ただ工事完了までまだ3年以上かかります。果たしてどれだけの人が戻ってくるのか。津波のあと多くの事業者が高台などに分散し営業を再開。震災から6年半が過ぎた今、242の事業者に聞きました。新しい市街地に戻りますか。結果は戻ると答えた事業者が70、一方戻らないと答えたのは146に上ります。すでに内陸部で店を再開した酒井さん、近所に常連さんもでき、もう戻るつもりはありません。時間かかるなってのは分かるっすけど、どうなのかなと。7年ってのは長いですよね。高台で訪問マッサージの事務所を構える及川さん。市街地に新たな店舗を建てる費用がありません。ぜひみんなと一緒に行きたいなと思ったんですけども、勇気が持てないというのが実際です。あの日失われた人々の暮らしは戻ってくるのか。町の将来像はまだまだ見えないまま。こっちから入れてもね、結構渋い。それでも
雄一さんは新たな市街地へ出店を決めました。先代から受け継いだ味とともに町一番のお蕎麦屋さんが帰ってきました。まあ、誰かが行かないと始まらないんで、陸前高田とか検索していろんなニュースを見て、で過疎の町にね、そこまでお金を税金をかける必要はないっていう意見があったんで、その通りだと思う反面、そのみんなが多分想定外で、どう復旧して復興していくかっていうのもみんなその、ね、行政の人たちも地元の人たちも手探りで、私ができることって言ったら、まあ、本当にそばを作るだけなんで、まあ、飲食店としてまあそのお客さんを集めてこう中心市街地にこう人を呼び込んでいくっていう役割であればいいかなっていうのは思いますね。